はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー14続きやっていきたいと思います。ですね、右にね、カッパーベルで消える夢ということでメインがそこらしいんですよね。まあこの先か、この間ねあ、すいません。この間ね、なんだっけ。これ利用券あるんですよ。何日いくらみたいな、ドラケーと一緒なんですけどね、ドラケー10とね。30日、なんかカード売ってんだけど、1400円ぐらいか。まあ、それでやってんだけどね、ちょっと期限切れてたから、ちょっと空いちゃったんだけど、まあ、ゴールド操作行った次で、で、カッパーベルで消える夢ってのをやろうと思ってた話か。あ、ここだ。これ若葉マークっていつ切れんのこれ。お、しまった。この方がいいね。ちょっと離れた方が分かりやすいらしいので。ほりゃ。でね、これ自分アタッカーだと思ったら違うみたいだね。格闘士とかね、そういうのが、アタッカーみたいだけどね。これか。え、これダンジョンじゃないよね。鉄塔団の衛兵。ここはアマジナ鉱山社所有のカッパーベル銅山。君のような冒険者には無縁の場所だ。何？パパちゃん所長たちから依頼を受けてヘッカトン系列族の鎮圧に来ただと。おお、こんなに早く来てもらえるとはありがたい。早速鎮圧にかかってくれたまえ。外の警備は我々鉄塔団に任せたまえ。事情を知らぬ興味本位の輩が迷い込まぬのをしっかり見張っていよう。え、これダンジョンじゃねえの。ちょっと待って待って、侵入地点って書いてあってる。これ待って待って、これってさ、え、なんだっけ、あれなんだっけ、コンテンツファインダー、ダンジョンじゃん。え、ダンジョンだけど、これってことでどうしようマジか。ちょっといいかな。にゃんこさんだけちょっと呼んでみっか。レベル17か。はい、困った時のいつでも呼び出せる召喚にゃんこさん呼び出しました。ということで、こんにちは。こんにちは。どうしたんですか、いきなり。え？いや、にゃんこさんつながるかなと思って。ああ、全然暇なんでつながりました。ですよね。いや、ダンジョンだったんですよ、カッパーベル銅山。次わかります？レベル17ですか。うん、こっち30だけど、これいいんじゃないですか。別にだって17ぐらいのレベルいないですよね。うん、じゃあ行くね。あいよ。え、これでいいのか。これ待って、選択した。あ、これか。あれ、あ、入る、入れた。これ入りました。うん、あとは、あ、 DPS さん待ちですね。 あ来た。あ、なるほどね。赤いのがアタッカー2ってことか。そう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 、前言ってたやつ。うん、じゃあ自分がアタッカーじゃないんだね。たまたま白いのを育てたんでシャキるの早いですね。まあ今回はちょっとニャンコさんと2人だけしかいないけどね。大丈夫ですよね。大丈夫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 。この2人はちょっとここはみんなでやりたいなって時、チンタさんとかさ、フーキさん呼んだ方がいいよね。あ、いいんじゃないですか。結構難しいのそこら辺ないと思うから大丈夫だと思うけど。あ、わかりました。これやっちゃっていいですか。これどうぞやっちゃってください。じゃあよろしくお願いします。はい。いや、まさかダンジョンだと思わなかった。結構、あれ一回ダンジョン行ったら結構ダンジョンなんですか、これ。もしかして、レベルいくつだったっけかな。あとレベルあといくつぐらいでまたもう一つ二つあるような、なかったような、どうだったかな。よしよし、閉ざされた扉。あ、ここか。記憶あるかもしれない。いやー、久
久々ですな、ID。自分いつも ID 行かないでレベル上げちゃってるんですよ。ID って何ですか？ダンジョンですか？あ、そうそうそう、ダンジョンみたいな。いやー、プレイチケット切れちゃったんですよ。あー、そうなんですか？そう、それで復活してやろうかなと思ったらいきなりダンジョンだったから、やべえ、どうしようと思って。いやー。ゴールドソーサーの動画見ました、自分の。あ、見ました。麻雀っすよね、あれ。そう、あそこが、切れる寸前だったんですよ、自分。受けんだけど。それで取っちゃおうと思って、で、あとメインをじっくりやっていこうと思って、またなんかダンジョンになったら、にゃんこさん呼べばいいやと思ってね。そう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 。これどっちだ？こっちか。多分、あれじゃないですか。自分のヒール、過剰ヒールぐらいしちゃってるんで、多分死ぬことはないと思うんだよね。死んだらごめんなさいだけど。まあいいや。このまま道なり順に行ってもらえれば。ヘカトン、なんとか出てきた。あ、それ、早く、敵視してもらえる？しました。よいしょ。ヘカトン、ストーンハーラーだって。このまままっすぐかな？なんか途中曲がれるとかって行かなかったんですけど、いいんですかね、あれ。多分行けるんじゃないですか。まあ、分かんなかったらまた戻ればいいし。ああ、なるほど。もう自分もそうですね、ダンジョン地図見ながらとか基本行かないんで。あ、もう行き当たりばったり的な。そう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 。とりあえずついていこうっていう精神なんで。痛くない、痛くない。オッケー。あ、なんか来た。助けて。あ、いきなりだったんで、ちょっと声大丈夫かな？取れてるかな？多分大丈夫だと思いますけどね。ちょっと音量、いつもより下げてやってたと思うんで。おお。まあ動画になった時どうなるかですけど、ね。それでいいよ。これ繋いでると人のマイクによって違うじゃないですか、ちょっと音量が。あ、そうですね、そこはもう。まあ、しょうがないけど、それは。その人のマイクなんで、そうそうそう。やってもらうしかないかなって思っちゃう。自分もやっぱ、他の人と喋ってると、あ、この人声小さいな、聞こえづらいなとか多々あるんで。だから付属のヘッドホンとかあるじゃないですか。うんうん。それと、まあ自分なんかヘッドホン買ったんですけど、まあそれでも違うでしょうしね。うん、全然違うと思う。これなんか他に攻撃方法なかったかな。お、なんだこれ。シックスオンズ爆薬っていうのかな、これ。あ、それ大事、拾うですよ。やばい。頑張って。敵視してくれって言ってやつか。敵視してくれる、ちゃんと。死んじゃうから。爆弾かなんか取りに行ったら。クロマさんごめんなさい。今キアルするんで。にゃんこさんあれ見ました？ロルドで。自分の動画の、うん、節分のやつ。ああ、あれね。めちゃくちゃ面白かった。面白かったですか、あれ。めちゃくちゃ面白かった。あ、爆破装置だって、これ落ちちゃっていいんかな。あ。録音だ。これで入るんじゃない、はい、ここ確か、なんだっけな。めんどくさかった記憶があるんだよな。私、ここあまり好きじゃないですね。なんだこれ、閉ざされた扉って、これ開けちゃっていいんかな。開けれるもんだったら開けてみな。開けれないや。え、なんだこれ。え、なんだ。あ、なんか敵がいる。え、なんだなんだ。もうちょっと行かなきゃダメ。
あ、これを倒さなくちゃいけないってやつね。これ、雑魚がたくさん出てくるんで、はい、とりあえず倒しまくってなんか出てきたらどうにかなると思う。フラボー、フランボー、あ、来た、フランボー、よいしょ、まだいるんだ、まだいる。まあちょっと分かりづらいけど、しょうがないね。あ、上からね、なんか降ってくるんですよ。あ、フンドのコットスだって。敵死、頑張って殺すんだ。自分ディフェンダーなんすね、完璧ね。そうですね。あ、すいません。なんだ1万2000だって経験値すげえやべ、何あれなんだあれ。ここら辺はまだまだ倒していくだけなんでいいんですけど、もうちょっとめんどくさいやつがあった気がした。もうちょっとめんどくさい、さっきよりちょっとめんどくさい。最初自分もやり方わかんなくて、はい、なんやねんって思ってた。本当に楽しみです、反応が。なんやねんっていうなるから宝箱あった、ええやーん。なんかいいのかな。まあすいませんね、置いてこう。はい例えばチンタさんが、はいはい、なんだっけあれ、まだすげえ序盤だって言ってたけどね。あ、全然序盤ですよあのチュートリアル、チュートリアル、だってまだ若葉マーク取れてないもん。うん、チュートリアル、チュートリアル。爆弾をどっかで埋めなくちゃない。こっちでいいのかな。これでね、いろんなところにあるからそれ拾ってこないと爆薬。まあそれで今の場所はやる的なね。わかりづれお、シックスオンズ爆薬を入手したら、痛い。こっちかな。自分再生リストでダンジョンはダンジョンって分けましたよ。ああ、いいっすね。あ、でも最近 YouTube 上がってません？再生リスト。え？最近 YouTube？ なんか再生リストがごちゃごちゃのありません？あ、自分のっすか？あ、いや、いろんな人の見てて思ったんで。どれがどれだか分かんない的な？そう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 。まあ、自分はもう もともとごちゃごちゃしてるんで、まあ、それがデフォかなと思ってたんですけど、なんか多いですよね。あれ、こんなところに入ってていいのかなみたいな。あー、来た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 、頑張ってください。ボスですか。ボスっす。イコラウスアイル、ん、新型爆発装置。さあ、耐えて耐えて頑張るんだよ。じゃあ敵視しますね。
しよし、けえ、なんか全然体力いらないけどこれ。あ、そう大丈夫大丈夫大丈夫なんすか。うん、大丈夫。あ、やべえ、いけ、ニコラウスアイル2体いる。うん、大丈夫。え、これ攻撃してていいんすか、こうやって。あ、気にし、あ、うん、攻撃してて大丈夫、気にしない。お、よし。なんだ、シャッキーンってなった。あ、離れるんだ。よし。あ、なんか小さくなったな。で、こっから、え、まだ叩けないのかな。もうちょっと分裂させないとダメかな。あー、なるほどね。ずっと回転自分やってればいいんかな。頑張ってください。はい。あ、なんか特殊された。ちょっと DPS 作って。グレネード。やべ。ああ、なるほど。あとはもう、タコ殴り。あ、出てきた。イエーイ。なんだ2万2000って。ロットを行ってください。まあ、いいか。お、ヒッポゼ。あそこ倒す？え？攻撃しちゃった。ごめんなさい。あ、間違えた。大丈夫、全然。行くざます。だからアイアンウィルかなんかで敵視して、うん、で呼び寄せてその間にみんなが攻撃する的な。あのね、タンクはよくわからないの。タンクまじまじと触ったことがないんですよね。もうなんかこれ画面見てても自分のどこにかわかんないじゃないですか、やってる人以外。うんうん。だからもう感覚っすよ、ね。まあ、ここら辺で攻撃してんだな的な。痛い。地味に食らってる。でもここレベル上がったらいいな。 ID 毎日潜ってるとレベルすごい上がるんですよ。1回クリアしたとか裏でやっちゃってもいいですよね。そう、何かあげたいなと思ったらやるとめちゃくちゃ早いですよ。自分は怖いんで入らないんですけど。もう本当に今の最近のとこ、あ、そう、最近のとこって最近あんまり配信されたばっかりのとこって動画に出さない方がいいんですよ。いや、もうネタバレ解禁が OK って公式入ってるはずなんで、アナウンスが。だから新しいバージョン出た時はあんましない方がいいってことですよね。そう、2ヶ月ぐらいネタバレ配慮お願いしますみたいな。まあそんなありますよね、多分ね。でもどうしてもやっちゃう人いるんで、そしたらもう自分で自己防衛するしかないけど。まあそうですよね。その人の話ですもんね。うんうん。自分らがどうこう言う筋合いもないし。そう。あっちも言われる筋合いもねえだろうから。たまに生徒会長みたいなやついいんじゃないですか。それはダメなんじゃないですかとか。剛腕の牛月だって。
あ、これもレコードキーパーにいたわ。これなんかぶっ壊してなんか呼ぶんすよね、仲間。うん、あ、どうだったっけ。おでたちを、な、なに？お前ら悪者を潰して、なんたらかんたら。よっしゃ、敵視しました。頑張ってください。うん。でもボス結構、まあ今だけかもしれないけど、結構楽っすよ。あ、行った。壁ぶっ壊した。まだまだまだ。チュートリアルだから。チュートリアル中ですよ、チュートリアル。でもここら辺でやめちゃう人もいるらしいですね。やっぱ一人で難しいからとか。あ、自分 やる気ですからね、最後まで。だから新しいとこ出てきたとしたら、うん、あの他のレベル上げればいいじゃないですか。だって、ああ、はい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 、はい、ギュゲスサーパントってやつがどっか行ったけど、あいつ倒した方がいいですか。わあ、もうめんどくさがいいなと思ったら、もうこいつ一択でいいんじゃないですか。だって壁なんか壊してる。あ、壁壊されたらあかんやつや。そうだ、壁壊したらゲームオーバーっすか。じゃないかな。あ、そうだね、なんか HP がある。怖い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 。早く早く早く倒して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 。いまいち自分も ID の意味を覚えてないんですよね。そこまで上手いプレイヤーじゃないんで。はい、倒した。よかったね。何かいいのは、レベル15の装備が入ってる。ん？アームズレングスってやつ覚えた。レベル15で育てたいキャラクターとかがいるんだったら、トップク価値はあるかなとは思いますね。はい、レベルシンクが解除されました。ということで、カッパーベルドーザンってここだから、あとはもう自分でやっちゃいますね。あれ、にゃんこさん。はい。あ、つながってましたね。これで、クイックサンドのペインテッドメサと話すっていうので進むらしいので。うん。そこまでやっちゃおうか。あいよ。あいよって。どこだっけ？リムサルミンサじゃなくて、あれ、これどうやって行くんだ？あ、ウルダハの、ナルカイロ。まあ、飛んでいいか。お金あるから。これで報告して、はいはい。あ、でもどうなんだろう。次回の方がいいんかな、これって。まあ、覚えてないですよね、ここね。にゃんこさんね。覚えてない。たぶん。え、これ、いつ発売したんですか、これって。これ2011年ぐらいじゃないですか。あ、じゃあ多分そこら辺の話ですよね、これ。え、10年分やらなくちゃないの、この後。そう。マジかよ。10年分の。ファイナルファンタジーが待ってます。いや、待ってみよう。パート50近いですよ、もう。今で50近いってことは、多分、5、600いくんじゃないですかね、このまま。ですよね。同じやり方。だって他の RPG、30とかで終わるやつとかあるのに。やばいですね。やばいっすよ。あ、また、あの、いましたね。カッパーベルで、バトル、え、なんでこれ？カッパーベルで消える夢のバトルを開始します。よろしいですかって出たんだけど、なんで？いないバトル。うん。あ。あ。でも今のとこだってこ、え、カッパーベルで消える夢。あ、いいんだよね。今のとこ攻略で。あ、じゃあとりあえずここ次回やろう。なんかあのパーティーを解散して、うんうん。戦うみたいな感じになってるんで。あ、オッケーです。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。またあのダンジョンあったら呼びますね。了解です。で、多分他の方、チンタさんとか、まあ他の方もあのやりたい方いればね、あの声かけてくださればやりましょうってなるから。今みたいな時だったらにゃんこさんと2人でやってたけど、あと2人呼べるわけだから、もしやってる人いたらね、あのまあ声かけてくだされば男女一緒にできますんで ね。あれ、にゃんこさん消えた。あ、消えた。あ、いるんかい。あの、いいんですよね。パーティー抜けちゃって。そう、だからあのもし2つ空いてたとしたら誰かいればね。そうですね、まあにゃんこさんも連れてきても全然いいと思いますよ。今のところ2人でも
結局人数集まればいけるって。そうですよね。まあこんな感じで進んでいこうか。ある程度行っちゃった方がいいですよね。あんま頻繁に呼ぶのもあれ悪いかもしれないしね、うん、まあにゃんこさんはいいかもしれないけど、ん？はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ちょっとやっちゃいますね。また進んで壇上になった時呼びますね。一人だと寂しいんで。 OK です。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございます。